稲葉真がクソつまらないと。何個詰め込むつもりですか？どれだけ広くなるんですか？曖昧な言葉で言うてんの？何でも詰め込めばいいと思ってる。なんでこのビジネスやりたいと思う？事業者になると弱えじゃん。話聞いて陰キャを決めて楽しいか、飲食のウェブサイトを立ち上げるから500万ください。もらいにくるタイトルじゃないじゃん。それ番組でしょ？考えてくれんじゃないでしょ？どれにしようだって AV 女優さんとセックスさせます。稲葉真のトライチャンネル。令和の虎カードゲームプレゼンバトル。今回はカードゲームを使って令和の虎プレゼンバトルをしていただきます。以前ね、令和の虎チャンネルの方でもありました。改めてちょっと簡単にご紹介します。2つカードがありまして、赤と青。赤がカテゴリーカード、そして青が手段カード、このようになっています。例えば乗り物指導、つまり乗り物を指導するというところを掛け合わせたビジネスプランを志願者の席に座る、今だったら稲葉さんが考えて実際に令和の虎をやっていくという形になります。考える時間は1分、志願時間、実際に喋っていただく時間は5分間というところで虎の皆さんと実際に対決をしていただきます。ちょっとあの開発者販売元のハッピー商店のトマピーなんですけど、ちょっと補足させていただくと、関連してればいいです。今のだったら例えば教習所の先生だけが働くバーとか、そういうプランでもいいです。全然違うのに絡めちゃっても OK、 自由にビジネスを考えてみんなで盛り上がっていければっていうのと、稲葉真がクソつまらないと言われてますんで、志願者としてトラストとしてこのゲームで面白くなれることにトライしてもらえればと。頑張ります。今回は2回目の僕志願者ということで、まずは頑張ってプレゼンしていきたいなと思ってます。およっよっさあ、もう虎の表情でした。そういう発言が当たり障りがなすぎるって話なんですか？確かに始まる前からか。僕、まあ志願者の方なんですけど、はい、志願者の方が得意かもしれないね。思い出すかもしれない、大切なこと。最終決断の時にですね、1人持ち点2点あります。はい、0点か1点か2点です。で、それ評価していただきます。0点はもちろんナッシング、そして1点がまあ良かった、そして2点がすごく良かったというところで、合計マックス6点です。これをあの今回はこのサスタバで200万か100万か0万円かというのでやります。ちなみにあの商品のゲームにはミニお札、岩井先生とか林社長のミニお札もついてるんで、うん、桑田さん、細井さん、トマッピーも7万もあるんで、そのも付属してますと。それではいきます。まず初めのカテゴリー、こちら。お、乗り物。乗り物です。対する手段は無人。乗り物はい。では1分間シンキングタイムスタート。ちなみに考えたらこっちは喋っててガイア OK です。ああそうだ、はい、いやこれでなんか無人タクシーとかそういうクソつまんないこと言われたらもう興ざめですよ、うん、こっちは。そうですね。いやいいですね、言いそうなやつを妨害してくっていう。なんだろうな、どうせ面白くねえこと言ってくんだろうな。無人のタクシー言ってくんのかな。あとは無人フォークリフトでのその物流管理とかね、そういうのはまあ言わないじゃないかな。パッと思いつくし、やべえ全然思いつかない。むずい。さあ、それでは行きましょう。あなたが思い描く未来の姿は？無人デリバリーシップを生み出し、世の中を笑顔で包み込みたい。では、オールアダスイン、新しい未来をつかみ取れ、キャッチザファンド。ありがとうございます。皆さん、無人で行くとやっぱりあの車のイメージがあると思うんですけども、今回僕が提案したいのは船の無人で、デリバリーっていうのはいわゆる風俗です。これ皆さん家でそういう行為とかされると思うんですけど、たまには違ったところでしたくなることありませんか？僕は今回無人で船の中で女性とイチャイチャできるような場を皆さんにご提供したいなと。で、やっぱり人がいると恥ずかしいので、今回無人ですごいいい雰囲気のところを船で回って最大限の時は、時は大海賊時代の大海賊に向けてデリバリーする女の子。船乗ってる人だけ？あくまであのラブホテルの船バージョンと思っていただけたら。移動式ラブホテルですね。おっしゃる通りです。それを船の中で、まあ、そう楽しい雰囲気を作ることができると。なぜ皆さんラブホテルに行くんですかと。それはですね、非日常体験を味わいたい、うん、皆さん船の中でしたことありますか？ない。うん、なんでこの船の中でやっぱりこの悠々漂うこの東京湾とかお台場とかを楽しみながら、女性と新しい体験を僕は作り出したいと。なので船でデリバリーして、まあ、無人で愛をあふれる場を僕は提供したいなと思ってます。船自体がホテルになってるとかありますよね。その確かにホテルじゃないですけど、
はい、だってやっぱり操縦する人とかいるんですよ。恥ずかしくないですか、操縦してる人の中で自分だけのプライベート空間を汚されるって嫌じゃないですか、うん、なので船はあくまでデリバリーで郵送してくれると。ん、船と女の子両方貸してくれるの、派遣してくれるの、はい、派遣します。それって運営法でそういう届け出をするのが前提ってこと？はい、もちろんです。うん、なので女性が必要だっていう場合はご用意させていただきますし、逆に女性いらずに自分で彼女をそういう場に連れてって、まあ、楽しいこと恋していただいても大丈夫です。いきなり船乗ってて下向かるやついる？いや、それをやっぱり雰囲気とムードっていうのを最大限におもてなしをしたいなと思ってまして。ラブホテルとか行かれることとかございますか？まあまあ行ったことはあるけど。行ったことありますか？船とかでされたことありますか？船でしたことないの？ありそうなのにないの？全然ない。僕船でしたことあるんですけど。まあ、それでめちゃめちゃ良かったです。具体的にどういう状況なんですか、船で行った？確かに鋭い。その時は正直無人ではなかったんですけども、うん、ちょっと彼女の記念日の時に船を貸し切って、うん、フィリピンのセブ島とかでやったんですけども、うん、それは船の室内だったんですか？それとも室内です。看板じゃなかったんですか？看板でちょっと始まって最終的な行為は船で。自分で連れてってるじゃん。でも船は、借りたんですよね。借りました。だから要は男女のイチャイチャ歓迎の船みたいなの貸してくれて、なんなら女の子も派遣することもオプションできると、提携先とかで。はい、いいじゃん。稲葉さんがやった時は俺出すよ。ありがとうございます。一回使ってみたよ。稲葉さんがやったことある時は船の運転手さんいたんですか？いたんですよ。本来は船の外でそういう行為したかったんですけど、撮影まずいと思って中に入ってしまったんで、無人だったらワンチャン周りほど海の状態だったら、そこで皆さんタイタニックみたいな憧れたことないですか？パイパニックか。パイパニックです。なので僕はこの事業を通して皆さんに少子高齢化を解決して新しい愛の形を僕は提案してます。え、船舶免許持った運転手いなくて船って出せんの？海外なら多分大丈夫だと思います。いや、日本でも今そういう法律が今改善されようとしまして、どんどん今無人化の中で来てますので。さあ、それではお時間になりました。最後にもう一言お願いします。ラストステートメントです。はい、僕はこの事業を通して皆さんに愛の新しい形を生み出し、少子高齢化に貢献していきたいです。では最終決断に入ります。トモハッピーさん、すでに出てますが、いかがでしょうか？100万円で。ありがとうございます。まあ、アイデア面白いし、需要もあるんじゃないかなみたいな。やっぱそのアブノーマルを求めるから、線の世界っていうのは今競争相手もいないし、いいんじゃないかなと思うんだけど、なんかその無人で乗らされるのが怖いなって逆に思っちゃったんですね、安全面で。トモハッピーさんから100万円になりました。ゆうじさん、お願いします。ナッシングで。こんなような上で別売りしねえからみたいな。憧れたことないですか？特にない。あ、こういう時喋らないで。最近怒られたやつ近い。では最後、青さんお願いします。僕は今行きます。よっしゃー、使いたい。青さんさせて。さあ、というところでトモハッピーさんから100万円、青さんからは200万円、合わせて300万円となりました。お疲れ様でした。さあ、それでは行きましょう。まずはカテゴリーカード、美容。もう一方の手段カードは、おー、美容店舗です。時間がかかります。1分間シンキングタイム用意スタート。こういうのね、難しいんですよ。世の中にもうすでに業種がありすぎて、受けるアイデアは結構できてるんですよね。ありきたりのこと言ったらね、すげえつまんねえやつだしね。さあ、1分間経ちました。それではいきましょう。あなたが思い描く未来の姿は？オールインワン美容店舗を作りたい。ではオーロラスイン、新しい未来をつかみ取れ、キャッチザファンド。まあ、結論、オールインワンの美容店舗です。何があるかっていうと、美容整形も入ってる、美容室も入ってる、眉サロンも入ってる、いろんな美容にまつわるサービスが全部入ってる店舗を作ると。だから需要から逆算した美容のクリニックを作りたいっていうのが今回のプランです。俺基本的に、例えばうまいステーキとか食い行きたいするじゃん。うん、そしたらさ、そのステーキ屋になんかラーメンも牛丼も出す店だったらさ、行きたくなくない？なんか専門のとこに行きたくない？逆なんですよ。ステーキ屋にはお米も売ってるじゃないですか、うん、一緒に、うん、デザートもあるじゃないですか、うん、でも美容とかって資格に縛られてるから、うん、全部別売りなんですよ。八百屋状態みたいな。だからちゃんとそれをオールインパッケージにして、うん、人々の需要を一気に満たす。ここ一個行けば満たされる。うん、でも1個のところでいろいろできるのは、すでにいっぱいそういう場所もありますよね。マルチな美容サロンと、うん、その何かに特化した美容サロンっていうのはすでに両方たくさんあります。何が違うんですか、あなたは。美容と
ヒアルロン酸注射もそこでできるとか、うん、あらゆる美容ってアートメイクもしてくれるし、うん、ヒアルロン注射もやってくれるし、うん、ハイフもしてくれるしみたいな。タトゥーも入れれますか？タトゥーも入れれます。タトゥーは美容ですか？タトゥーは美容です。そうですか？知らん。ファッションですよね、どっちかというと、うん、なんかあなたの言う美容の定義が広すぎてる。なんか要は容姿を良くしたい、おしゃれをしたい、その要望が全部そこで叶うんです。何個詰め込むつもりですか？どれだけ広くなるんですか？曖昧な言葉で逃げてんの？何でも詰め込めばいいと思ってる、うん、なんでこのビジネスやりたいと思ってる？事業者になると弱えな意外に。美容で武器あるんですか？なんかあなたがやるのに。実はなくて。僕も何ですか？おしゃれが分かんないんですよ。違う美容得意な人に金出したら話聞いて陰キャを決めて楽しいかまだいける。顔ネタはまだいける。だから僕は、ま、陰キャだしおしゃれが分かんないんですよ。いちいちホットペッパービューティーとかで調べてらんない。もう何したらいいか分かんないし、だからここに行けば全部解決するんだみたいな。おしゃれ全部じゃあ全然なんか小手先でなんか言おうとしててなんか全然伝わんないっすね。じゃあ最後に、あのなんであなたがこの事業でさ、我々から金が出ると思ってるっていう、その武器と成功の三段を簡単に教えてください。うん、まあ、需要があります。需要があって、うん、僕も陰キャの友達はいっぱいいるんで、陰キャマーケティングは得意です。陰キャの気持ちがわかります。それでは、最終決済に入ります。ファイナルジャッジメントタイムです。トモハッピーさん、お願いします。僕は100万円で。なんか、短い時間でしたが、青澤さんは、真の陰キャだと感じたんで、陰キャマーケティングが強そうかなって思いました。頑張ってください。ありがとうございます。トマピーさんから100万円が出ました。では、ゆうじさんお願いします。人柄はね、好きだし、なんか正直だし、いい陰キャじゃん。だけど、もう誰にかねえなってなしんぐ。ゆうじさん、なしだよ。ということで、最後、稲田さんお願いします。なんか、青さんは、陰キャである自分に酔ってる気がしてて、そういう人に授業できないです。仕事って、相手のためにやることなんで、自分のやりたいことやるのが仕事じゃないんですよ。もっと考え直してください。なしぐらい。はい、ということでトモハッピーさんから100万円という結果になりました。ちょっとあまり納得いってないですが、これ1ポイントしか入ってないですか？そういうことだ。何のせいか。自分のせい。自分のせいだよ。言ったりさんって何のせい？おい帰れよ帰れよ。小学生と同じハマり方してる。お疲れ様でした。ありがとうございました。ずいぶん態度の大きい石がつきました。まずは行きましょう。カテゴリーカードです。飲食とウェブサイト。飲食とウェブサイト、ね、教えてください。スタート。飲食とウェブサイト、このね、ウェブサイトっていうのは結構厄介なんですよ。アプリだったらまだいいんですけど、なんかウェブサイトってもう新しいウェブサイトってそんなバンバンできないじゃないですか、ね、確かに。ユージさんにはそういうなんかありきたりなこと言ってほしくないですね。あなたが思い描く未来の姿は、飲食のウェブサイトを立ち上げるか500万ください。ではコールアウトに新しい未来をつなげてじゃあスタート。いや、もらいに来るタイトルじゃないじゃん。どこがダメだ、うん、お金もらいに来てんじゃないですか。うん、そういう番組でしょ。お願いしに来てるんですよね。もちろん。いや、お願いしてる立場じゃないですよ。あ、そうなの、はい、お願いします。俺ぐらい気入ったら商売うまくできないでしょ。ちなみにどんな飲食店やってんですか？あ、俺？はい。バーとか。どんなウェブサイト作るんですか？考えてくれんじゃないでしょ、それは。トラの人だって。あんないの、トラなのに。俺が作りたいと。アイディアもくれと。最高のウェブサイト俺が作りたいと、飲食の。最高だったら何でもいいですか？最高だといいんだよ、最高。あ、でもなんか僕飲食店でもユージさんの人柄にすごい興味持ち始めてて、おー、いいね、その勢いとか自信とかっていい、ね、過去になんかどんな経験とかあったんですか？あ、どんな女抱いてきたのって話なんですか？あ、どんな女抱いて、それネットで調べてみてよ、出てくるから。半端じゃねえのばっか抱いてるからさ、そこは言うんだったら抱かないの、うんうん、あ、まあ抱くには抱くかな。付き合うのは、付き合えばいいんだけど、頻繁に抱くのはね、そんなようなのなくて抱くかもしれない。頻繁にとか複数回っていう場合は、うん、結構いいような比率は高いってことですね。女性抱くって決めた目標に対して達成し続けてきてるってことですね。まあ、それはそうでしょう。桁が違う、うん、ビジネスの達成はどうなんですか？ぼちぼちじゃない、これから、うん。だから飲食のウェブサイト、アイディア僕らが考えちゃったら、うん、僕らが普通にそのウェブサイト会社にお金払って終わりなんで、そこは俺にさ、そのお金がさ流れてくるの考えてくれるのか、虎なんじゃないの？違います。違います。僕はこの場にいる価値感じないから。いやいやいや
いや、体質ないだろ、体質え、どうなってるの、これできないですか、もうちょっと、すいません、ちょっと僕のじゃあいや、なにこれ二人体質という感じになりました。また一人出すんでしょ。こんなね、スタッフがうちにいたらね、もうアホだな、今そう謙虚になれよ俺スタッフじゃないわね。まあ、金出してよ。よろしくお願いします。じゃあ、ね、ゆずさんの声だ。じゃあ忖度で200万ってました。おありがとう。最終決断となりまして、今、青さんから200万円が怖いという理由で出ています。俺もちょっと面白かったから200万とか。このゲーム結構やってるんだけど、一番面白かった。稲葉さん、いかがですか。満点。さあ、それではトモハッピーさんのプレゼンバトルです。カテゴリーカードいきます。映像。おー、映像と映像は強いんじゃないですか。テンポ。うん、おー、いいね。シーキングタイムスタート。はい、今回このお題に関してはトモハッピーさんどんな感じで来てくれますかね。YouTube の撮影場所になるとかスタジオみたいな、そういう浅はかな考えは出てこないだろうなと。さあ、1分が経過しました。あなたが思い描く未来の姿は。 AV 女優さんとセックスさせます。では、オールアナスイ新しい未来をつかみ取れ。キャッツダーハンド。夏川きららさん、塚田恵美さん、上原愛さんなど数々のレジェンドの方だったり、最近、まあ、僕の中で大好きな長澤美奈さんとか本郷愛さんとかね、その下の世代も活躍されてる方いらっしゃいますけど、皆さんもね、好きなセクシー女優さんいらっしゃいますよね。トラメさんもね、そんなセクシー女優さんと、まあ、セックスしてみたいと思うじゃないですか、誰しもが。実際にはそれはまあ難しいと、多くの男性がそう思うものの、かといってなんかゴーグルつけて VR っていうのもまあ面倒くさいじゃないですかね。だから、その店舗でもうその小さな部屋で 3D プロジェクターで実際にこう目の前に有名なセクシー女優さんがいらっしゃってできます。ゴーグルつけないってだけ。ゴーグルつけないけど他のものはつけます。よくドン・キホーテさんとかで奥の方で売ってると思うんですけど、それぞれの型取りした実際の感覚に近いおもちゃみたいなものはセットになってます。それ持ち込みやんじゃないの、普通の。あ、そちらは当店でお買い上げいただくの込みでの、込み込みでのサービスになってますんで、ただ実際のセックスに限りなく近いです。個室に入って、はい、なんかこう 3D マッピングみたいな感じで、はい、ベッドもあります。使えるみたいな感じになって、はい、型取りされた。それは誰が動かすんですか。その役割の女性の股に挟まっております。その女性は全身タイツのようなもので覆われてます。女性は本物を使う。本物の女性です。でもその全身につけたスーツに投影されます。深田恵美さんだったり安子キララさんが投影されます。そう、中身の女性がなんか否定されてるようで、そこは役割ですし、本人は別に顔も出さなければ体も使わないと、まあ、技術的には使わないです。その女性のコストは。女性のコストはかかります。時給1万円です。それでやる。まあ、顔も出さなくていいですし。まずなぜそれやりたいと思ったんですか。はい、僕は長澤美奈さんとセックスがしたかったです。実際自分のサービスでやってみたんですか。どうだったんですか。自分のサービスは7割ぐらい開発済んでるんですけど、完璧な状態じゃないですけど、良かったです。めちゃめちゃ良かった。だってその女の子に1万円払って、はい、じゃあお客さんはいくら払うんですか。客は、3万5000円です。3万5000円でデリヘル呼んでも大体ブスですわ。確かに。3万5000円で AV 女優さんと憧れのあの方々と疑似体験できる方がええですわ。でも今東京で10万円ぐらい出せば AV 女優呼べたりするね。なんか交際クラブみたいなのもあるから。それはでも有名な方は来ません。なんで今鉛出したの。聞いたところによると3軍の方しか来ません。それは失礼ですけど、うん、ではお時間になりました。最後にもう一声お願いします。このサービスを流行らせて性犯罪を減らしたいです。僕は世の中もっと笑顔にしたい、楽しい顔を減らしたい。お願いします。では最終決戦はファイナルジャッジメントタイムです。まずはユージさん、お願いします。まあ、デリヘル行け、ナッシング。キレイな、ジャール。ありがとうございます。続いて、青さん。僕もナッシングです。僕は AV 女優見ないんで、白の派なんで。お願いします。
では最後稲葉さんお願いします。もちろんナッシングで何言ってるか分かんないですよね。なんかずっと英語聞かされてるような感覚でした。さあということでこれで一人一度ずつプレゼンしていただきました。皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。結果発表いきましょう。もう皆さんでご存知かと思いますが最下位トマピーさんですね。第3位1票で青さん100万円で青さんです。そして第2位300万円稲葉さんでした。やっぱ志願者向きだったんで志願者として僕も頑張ります。そして1位完全オール600万円ゆうさんです。まあ本物は何やってもできるよなんでだよそうということで稲葉さん振り返っていただいていかがですか。いやでも面白かったですねなんか新しいトラの一面を見れたような気がするんでまた継続してやりたいなと思いました。よかった楽しんでください。次の動画でまた会おうぜそんなの毎回あったの。